平安京大代理の外閣門やス門、モン門たち、里志門城西門陰府門,門も壁門団、天門城東門陽明門大天門、幾薫門高科門須ジ門美福門須ザク門は、古代平城系や平安系といった上房都市の宮城において難面する正門。大代理の外閣十二門のうち最も重要な門であった。主者、苦門とも言う。 平城宮須作門、平城宮須作門、夜間平安宮須作門四筆頭の情報性を模範に、造営された古代都の城では、中央北辺に、宮殿、漢河からなる宮城が置かれた。平城系では、平城宮、平安系では、平安宮などと言い,い、大大理とも呼ばれた。大大理には四方に十二の門が備えられ、おのの有力氏族の姓が付与されていた。難問は、 天使南面スというように、皇宮より軽子を平芸する、最も重要な門であり、朝廷の有力士族、大友氏の姓が付けられ、大友門と呼ばれていた。和道七年、これを漢風に改め、詩人において南方を守護するとされる須ザの名を冠したものとした。須ザ門から、都の女性門の羅城門に続く王子を、須ザ王子と言い,い、現在の千本通に相当する。 長岡京や平安系でも同じ名を冠した門を、宮城正門とし、朝廷の成長たる、蝶道院の正門であった、大天門などと並んで最重要視されたが、大代理の水尾に従い次第に荒廃し、ついには、鬼や盗賊が住むと言われるほどに荒れ果てたという。平安宮須坂門は先日の須坂王子の北端、すなわち千本通りを思考時上がる東側にあったと、いい、旧跡には、 小さな石碑が立つのみである。平城宮須ス門は、考古学的研究と奈良県下の寺社に残る門を参考にして、5県3個の20門が、かつての12等寸復元されることとなった。須ザ門の位置や規模が1964年の発掘調査で確認され、翌年20分の1サイズで模型製作が行われる。その後、 1989年に決定された祈願の復元工事が1992年に終わると、門本体の復元工事は1993年に開始され、1998年に竣工している。2008年に放送された、フジテレビのドラマ、鹿男青二吉の撮影に使用された。ありがとうございます。